島原半島と立花湾知事はカルデラは長崎県に位置する直径1 1キロメートルのカルデラである。位置的には立花湾とほぼ一致する。1973年九州大学理学部の大田和也は島原半島及びその周辺海域で実施された重力観測において立花湾の形状とほぼ一致する明瞭な すり鉢状を示す低重力以上が認められていること、及び、立花湾の浅い場所にマグマだまりが存在することから、立花湾は火山活動によって形成されたカルデラであると発表した。カルデラの北端は、島原半島を横断する千々岩断層と一致する。千々岩断層から南方向にオバマ断層が走る。また沖縄トラフ北端の天草灘地港と、 ベップ島原地方の解放点でもある。カルデラの底となる立花湾の海底は比較的均一で水深も40メートル程度である。1972年に大田が提唱した知事はカルデラは当初は賛同者は多くなかった。マグマだまりの位置については当初は雲仙周辺の温泉群の影音とガスの成分分析や地震の震源地移動データより 立花安地下と想定したに過ぎなかった。また当時は、雲仙の温泉の熱源についても有明湾由来で、あるという説などもあった。しかし1990年からの雲仙不源竹の噴火に伴う火山観測データによって、大田の提唱したマグマ溜まり立花湾説を裏付ける発表が相次いだ。1990から1994年の雲仙。 普賢岳噴火の調査によって、立花安地下1 3トル付近から斜めに、行角40から50度の角度で、マグマが上昇し、普賢岳に供給されたことが分かっている。その際に、雲仙市市街地の東側地下に、第2のマグマだまりを形成したことが分かっている。1995年の雲前岳溶岩、噴出停止後は、 震源地分布が立花湾内部に限定されるようになり、これはカルデラ内のマグマだまりの収縮によるものとされている。雲仙温泉、小浜温泉、普賢岳、島原温泉等の熱源は、すべてこの知事はカルデラのマグマ由来だとされている。ありがとうございます。